はい、こんにちは、116インズです。ということで、今年は本当に開幕からいろんなことが起こりますね。先週サンディエゴパドレスのジョー・マスグローブがレンジャーズ相手に今季 MLB 初のノーヒッターを達成したばかりですが、その翌週、今日はシカゴホワイトソックスのカルロス・ロドンがインディアンス相手にノーヒッターを達成しまして、 MLB 全体では2週連続のノーヒッター達成となりました。しかもロドンのノーヒッターについては9回ワンアウトまでパーフェクトという本当に素晴らしい投球内容で、26人目ロベルト・ペレスにスライダーをぶつけてしまって、残念ながら完全試合達成とはなりませんでしたが、圧巻の内容であったことには変わりはありません。ホワイトソックスは昨年もエースのルーカス・ジオリトがノーヒッターを達成していまして、チームとしても2年連続のノーヒッターとなりましたけれども、昨年は無観客試合で誰も彼の偉業を生で見ることができませんでしたが、今日は一部とはいえ観客もスタンドに入って、ロドンが MLB の長い歴史に名前を刻む瞬間に立ち会うことができました。途中までパーフェクトだったということもあってか、観客の熱量というものを画面越しでも感じましたし、生でこの試合を見られた人は羨ましい限りですね。さて、今日のロドンのノーヒッターですが、回を追うごとに彼の投球凄みが増していまして、実際球速の方も回を追うごとに上がっていきました。こちらが今日のロドンの球種別、イニング別の球速の推移となるんですけれども、ご覧の通りフォーシームの折れ線グラフが右肩上がりで、最終回が最も高くなっていますよね。ロドンはこの試合114球を投じましたが、で最速が 98.8 マイルだったんですけれども、それをこの試合の110球目に記録するという、どんなスタミナしてるんだと思いたくもなるような終盤のピッチングでしたね。実際9回のロドンは気合も入っていたんでしょうけれども、速球のほとんどが90マイル後半で、バッターもタイミング全く合っていない感じのスイングばかりでしたし、最後は力でインディアンスをねじ伏せた、そんな印象のピッチングでした。また今日のノーヒッター、味方の守備にも助けられましたよね。特に最終回、先頭のジョシュ・ネイラーが放ったボテボテのゴロで、ファーストのホセ・アブレイユが取ってすぐに、それこそ足を伸ばせるだけ伸ばして、どうにか一塁ベースに触れてアウトにしたシーンは、絶対にロドンのためにアウトにするぞという執念も感じましたし、バッターのネイラーも結構素早く塁間を駆け抜けて、ヘッドスライディングのタイミング的にはセーフにも見えましたが、アブレイユの執念がわずかに上回ってアウトをもぎ取ることができました。あれが結果的にノーヒッターを守ったビッグプレーとなりましたね。その直後にペレスにぶつけて完全試合を逃してしまいましたが、あれもまたスライダーの切れ味が良すぎた結果といいますか、いいゾーンを狙った末にぶつけてしまったという感じのボールでしたから、完全試合を逃してしまったという点においては残念ではありましたけれども、ロドンの今日の状態の良さをよく表していたんじゃないでしょうかね。ぶつけられた後にペレスが観客から避けろよという感じでブーイングされていましたが、あれだけ曲がりの鋭いスライダー、それもカウントノーツーで追い込まれていた状況ですから、さすがにそれはかわいそうかなとも思ってしまいましたね。今日はとにかくロドンが素晴らしかった、これに尽きると思います。それにしても今季のロドン、今日のノーヒッターもそうですけれども、ようやくかつて左のエースとして期待されていた姿を見せ始めましたね。ロドンは大学時代1年生の頃からエースとして活躍し、2014年ドラフトの全体1位候補として名前が上がるぐらいの選手で、実際ドラフトでは全体3位指名をホワイトソックスから受けてプロ入りを果たしています。そして翌2015年ドラフトから1年経たずに MLB デビューすると、26試合で9勝、防御率 3.75 と、少々フォアボールは多めではありましたが、イニング数とほぼ同じ数の三振も記録。まずはブルペンで慣らして、そこから先発に移行するという起用方法は、当時のエースクリス・セールが MLB デビューした時と全く同じでしたね。で、2年目の2016年は規定投球回に到達。ホームラン数は増えてしまったんですけれども、フォアボールを減らして三振を増やしましたので、着実にチームが期待していたエースへの成長のステップを踏んでいるようにも思われました。ホワイトソックスは2016年のオフにエースのクリス・セールをレッドソックスへトレードしましたが、その後釜の左のエースとしてロドンにかかる期待、非常に大きかった印象があります。ただ2017年からのロドンは、相次ぐ怪我によりなかなか満足に投げることができませんでした。2017年は上腕二頭筋の怪我、さらには左肩の炎症で12先発にとどまってしまうと、オフシーズン中に肩の手術を受けることとなってしまったため、2018年はリハビリのため開幕から離脱。復帰後は20先発で防御率 4.18、 そしてウィンズアボブリプレイスメント 2.2 とまずまずの成績を残しましたが、2019年は7先発した後に今度はトミー・ジョン手術が必要となってしまい、残りシーズンを全休。昨年復帰を果たしましたが、昨年は今度はまたも肩の怪我を負ってしまいまして、2試合の先発で故障者リスト入りしてしまうと、9月の末にリリーフでどうにか復帰しましたが、プレーオフのワイルドカードシリーズ第3戦では3人と対戦してフォアボール、ツーベース、敬遠と全くアウトを取ることができず、一時は逆転を許す失点にもつながるなど、なかなか散々な内容で1年間を終えてしまいました。
ロドンの球速についても大学時代や MLB キャリアの序盤は90マイル中盤ぐらいは安定して出すことができていたんですけれども、度重なる怪我の影響もあってか、これが一時期 91.4 マイルにまで落ち込むなど、エースとして期待された左腕の球速としては物足りない水準にまで落ちたこともありました。ロドンは昨年の時点で年俸調停の資格を有しており、2021年は450万ドル前後の年俸と予想されていましたが、ここ数年怪我で満足に投げることができず、またはパフォーマンスも低調であったことから、チームは12月にロドンをノンテンダー、彼の契約を公開せず FA となってしまいました。この時点ではチームの構想から外れた、少なくとも予想されていた450万ドルの年俸ではホワイトソックスのプランにフィットしないというのがフロントの考えだったのかなと思います。ただ FA 市場で2ヶ月ほど過ごし、いくつかの球団もロドン獲得に興味を示していたようですが、結局はホワイトソックスがロドンに対して予想年俸よりも少し安めの300万ドルの1年契約を提示し、一旦は来季のチームの構想から外れながらも再びホワイトソックスに戻ることとなりました。ロドンとしてもホワイトソックスに戻ることに関しては特に迷いはなかったそうですね。こうして一度は構想外となりながらもホワイトソックスに戻ってきたロドン、ただ300万ドルという年俸からも分かる通り、チームとしてもものすごく期待していたというわけではなく、保険的な意味合いも含まれた契約だったと思われますが、スプリングトレーニングで開幕ローテーションの5番手争いに加わりました。すると新しくピッチングコーチに就任したイーサン・カッツとともにフォームをより耐久性、そして安定感のあるものに修正したところ、早速実戦で成果が出始めます。スプリングトレーニングでは13回3分の2を投げて2失点、防御率 1.32、 三振もイニング数以上の16個とアピールに成功し、最終的には同じくローテ争いをしていたレイナルド・ロペスがマイナー降格という形で、このロドンが開幕ローテ5番手を勝ち取るという結果になりました。スプリングトレーニングでのロドンの状態は相当良かったそうで、ホワイトソックスのファンの方の中には今季のロドンのブレイクに期待されていた方も結構いたそうなんですけれども、今日のノーヒッターはそういったファンの方たちにとっては最高の知らせとなりましたね。ロドンは今日のピッチングが良かったのは言うまでもないですが、前回登板今季初先発となった4月5日のマリナーズ戦も5回を2安打無失点9奪三振と、スプリングトレーニングのいい流れをそのままにここまでシーズンに入ることができています。マリナーズ戦でのロドンのピッチングについては私も見ていましたが、中盤4回に突然制球が乱れるというシーンはあったものの、速球は90マイル中盤から後半ぐらいを安定して出すことができていて、あれこんなにロドンボール良かったっけと思いましたし、彼の決め球のスライダーに関してはマリナーズ打線ノーチャンスでした。ここ数年間落ち込み気味だった彼の平均球速も一気に持ち直して90マイル中盤ぐらいまでになっていますし、今日の登板も同じような傾向でしたので、これは本当に今季楽しみな存在が出てきたなと思いましたね。今日のノーヒッター、そして初先発と合わせますと、開幕14回無失点と最高の滑り出しを切ったロドン、先発5番手が試合終盤まで90マイル後半を投げる支配力の持ち主でしたら、これ以上にない贅沢なことですし、今季地区優勝を目指すホワイトソックスにとっても大きな力となってくれるでしょう。ピッチングの面ではブレイクの準備は整ったと言ってもいいと思いますので、あとは怪我せずに投げることができるか、今季はフルシーズン162試合のシーズンとまだまだ先は長いですが、このノーヒッターだけではなく、今季数多くのハイライトをこのロドンが残してくれることに期待しましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。